こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんです。今日は氷見牛カレーを食べてみたいと思います。地元富山のご当地カレー、ブランド牛氷見牛のカレーです。氷見牛のカレーは、このシリーズでは過去に一度食べました。これが2食目になります。実は、知り合いの方からタレントのギャル曽根ちゃんが、ランキングで1位につけた氷見牛カレーがありますよということで、いろいろ探してた結果、このカレーがギャル曽根ちゃんが1位に認定したカレーということで、オラッチャ自慢の牛や茶、富山弁で私たちの自慢の牛なんですよということで、地元の皆さんが自信を持ってお届けしているこのカレー、どんな味なんでしょうか。準備します。氷見牛カレーが出来上がりました。ではいただきます。これは美味しいです。氷見牛の牛肉はこんなに大きいのが入っています。あと人参、じゃがいもと具沢山のカレーですね。ではその氷見牛を食べてみます。大きさも大きいんですけど、今まで食べたブランド牛のカレーに負けず劣らずの牛肉の味わいだと思います。完食しました。ごちそうさまでした。美味しかったです。ただ途中でも言ったんですけど、とてもボリューム豊かなカレーなんですけど、辛みというパンチがもう一つ加わってればより美味しくなったんじゃないかなと、これは個人的な見解で申し訳ないんですけど、そこが私自身は少し残念でした。ですがこの氷見牛カレーとても美味しかったです。はい、それではまた明日お会いしましょう。さようなら。現在のランキングをどうぞ。